い、今回の動画はですね、2月に使ったお金と収入を発表したいと思います。はい、はい、では早速やっていきましょう。まずね、2月どこ行ったかと言いますとですね、はいはい、どこも行っておりません。緊急事態宣言でどこも行っておりません、はい、矢田川で長期停泊させていただいたんとですね、ほんまにあの兵庫県内をちょっとちょろちょろっと動いたぐらいでございます、はいはい、ということでね、お金もそんな使ってないっていうことで、そうやね、前回のね、あの動画で予算を決め直したんですよ、2月に限って、はい、2月用にね、そうそうですそうです、そこの予算にしっかりと、収まったのかどうかということを発表していきたいと思います、はいはい、前回からちょっと食費のシステムが変わってて、食費は外食費がその土地でしか食べれないもの、はい、そこの土地にしかない店で食べたもの、そうですね、ご当地のものですね、はいはい、それ以外は全部食費、はい、コンビニで買ったりとか、はい、ファストフード店行ったりとかは全部食費に、はいはいはい、するようになりました。わかりました、はい、ということで、あの食費と外食費は、まあ、旅に出てないんで予算はまだ変更するかもしれないんで、ね、とりあえずちょっとお試し的な感じで、ね、やったからね、はい、まあ、3月もだから引き続きこのまま行きたいなと思うんやけどね、そうやね、予算自体 は、ね、うんうん、はい、まず食費から行きたいと思います、はい、前回決めた予算が3万5000円ということで、はい、2月はですね2万5055円と、はい、はい、達成でございます、はい、まあほぼほぼね外食、そうやね、まあ、食べに行ってないからっていうのが大きいよね、うん、そう、昼食べて、まあ、外食費で使ったっていうところやと思うから、うん、旅出ててもこんなもんなんちゃうんかなとはちょっと思ったりもするのよね。まあでも昼を外で食べずに作ったりとかしとったから、うん、何回か、ああほんまやな、うん、してたねとかっていうのがあるから、うん、旅に出たらもうちょっと増えるとは思うね、外食費も増えると思う、どっちも増えるかなって思う、やっぱ、まあ一回ね旅しないとわからないんで、ね、これはから決められへんから、うん、2月に関しては達成で、はい、3月もとりあえず引き続きこの予算で、ね、はい、行きたいなと思います、はい、では続きまして外食費でございます、はい、決められた予算が3万円ということですね、はい、かかった金額はと言いますとですね、はい、13,968円ということでございます、はい、これはもう全然達成でございますね、はい、まあ動いてないんで、そういうことです、外に食べに行くこともね、そんなになかったから、できるだけね、うん、車内で済ますようにしてたっていうのが大きい、ね、そうですね、うん、今回は結構2月はねやっぱ節約の、時かなっていうのはありましたね、そうやね、旅に出てへんも、はい、節約しようっていうのはね、そう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 、うん、ありました、はい、はい、なのでとりあえずね、これもね先ほど言ったんですけれども、3月も3万円で、うん、行きたいなと、はいはい、思います、大丈夫ですか、はい、大丈夫です、はい、わかりました、はい、おまけがいいというのでこれでいきたいと思います、はい、続きまして観光費でございます、はい、決められた予算は3万円と設定、はい、これはもう変わってないね、でかかった金額がですね490円という、はい、そらそうだ、だってどこも行ってないんだもん、お土産やわ、あー矢田川でお菓子買おうみたいなんで、お土産として土地のものを買ったっていうので観光費に入ってるっていうことですね、ということで基本的にはもうほぼほぼ使っていないということでございます、はい、ちょっとお安かっただけです、はい、まあ、3月もとりあえずこのまんま3万円で、はい、はい、行きたいなと思います、はい、はい、続きまして交通費でございます、はい、決められた予算は、2月限定で2万円と、はい、いうことですね、もともと4万円やったんですけど、うん、2万円ということになりました、はい、動かないからということですね、そうですそうです、はい、ということで、かかった金額はですね15,485円ということでございます、はい、でも思ってたより言ってたかも、高速代とガソリンやな、そうやね、あと電車代とちょっと、うん、地元戻った時とかもね、そうそうそう、ああなるほどなるほど、3月は4万戻す、移動もあるしね、そうやね、うんうんうん、3月から観光も再開するということで3月の予算は4万円でいきたいと思います、はい、はいはい、続きまして宿泊費でございます、はい、決められた予算は5000円ということですね、はい、これはまあ変わってませんね、うん、はい、でかかった金額が4,750円、はい、はい、これはあれかな、俺の誕生日の時に泊まったホテルとか、そうですね、そこら辺ですね、はい、はい、そういうことです、そういう、はい、そういうことです、まあここはね引き続き、うん、まあ、5000円でいきたいなとは思います、はい、まあここはまあ変わることないよね、あんまりね、そうやね、特別どっか泊まろうっていう予定があったりとかじゃない限り、そうよね、あの、まあ、でもそうなったら別で予算が、そうそうやね、うんうんうん、なると思うから、そうだから、あの10万円達成っていうところで行くところとかは別枠で、うんうん、それはまた別枠、はい、分かりました、はい、ということで3月の予算も5000円で、うん、はい、行きたいと思います、はい、はい、続きましてはお風呂でございます、はい、決められた予算が1万5000円ということで、はい、はい、これはもう変わってないですね、うん、かかった金額がですね、はい、5,920円と、はい、はい、いうことですね、激安です、激安の殿堂でございます、はい、こちらもね、はい、実家で入ったりとか、そう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 、まあ矢田川で入らせてもらったりとかっていうところがね、はい、ございましてですね、結構安かったのは安かったかな、うん、だいぶ安いな、だいぶ安いと思う、はい、そんな感じになっております、はい、はい、続きまして洗濯でございます、はい、決められた予算がもともと4000やったんですけど、うん、3000に変更しました、はい、これから3000でいこうか言うてね、うん、全然来へんから余裕で3000に収まってるから いけるな言うてね
今まで超えたことないからっていうところで、3000に変更してかかった金額はですね、700円ということで、まあ、こちらはね、矢田川の方で選択させていただいたりとか、はい、まあ、ちょっと実家戻った時にね、選択したりとかで、全く選択代がかかっていないと。一回行っただけは、ね、そうやね、一回行った。矢田川の洗濯機が雪でてんこ盛りになって、たどり着けへんくなって、ちょっとこれ素人には厳しいなぁ言うて、ね、コインランドリーに行ったんですが、一回だけ、ね、はいはい。その700円ということで。はい、そういうことです。はい、まあ、とりあえずね、3月も3000円で、ね、はい、行きたいと思います。はい。はい、続きまして日用品でございます。決められた予算は1万円ということで、はい、これも変わっておりません。うん、でかかった金額が8194円ということで、はい、これ前回よりはかかったね。そうやね、うん、まあまあ日用品はね、だって毎月いるもんやから。そう、やっぱ消耗品もあるしね、うん、シャンプーリンスとか。そう、シャンプーとリンスが一緒になくなったりとかしたら、 それだけで額が上がったりするからね。まあまあもちろんです。だからね、うん、先月は少なかったとしても、うん、まとまってこうバッて物がなくなったりとかすると、うん、まあこれぐらいね、うん、増えると思うんで、はい、まあとりあえず3月の予算も1万円で、そうですね、はい、行きたいと思います、はい、これもね、まあ、そんな超えてもないからね、うん、最初の夏に1回か超えたぐらい。そうやね、はい、続きましてはね、道の駅で使ったお金ですね。食事とかそこら辺は抜いて、僕たちが一応道の駅として称しているのはステッカー、切符とかね、うん、そういう系のものでございます、はい、かかったお金は当然0円ということでございます、はい、矢田川はね、うん、以前何回か行ってるから、その時にね、うん、買ってたからね、はい、はい、ということで、ここはね、予算はとりあえず決めてはなくてね、うん、3月はだから行ったところ、まあ、買っていこうかなっていうふうには思っております。はい、はい、ここまでの9項目の合計でございます。9項目の合計が111,841円と、はい、一番少ないんじゃない、はい、まあでも、ね、まあ、当然なんよね、どこも行ってないから、はい、大人2人がね、生きていく上で必要なお金をちょい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 使っていってるっていう感じですね、はい、あとね、その他に使ったお金がございます、うん、例えばですね、編集するのに卒定のハードディスクを、ね、はいはいはい、使ってるんですけど、1個使ってたやつがもうパンパンパンになってしまいました、容量やっぱね、素材も置いときたいなと思って、ね、完成した動画だけやったらそこまでいかへんねんけど、うんうん、やっぱ素材もちょっと置いときたいなっていうところがあって、うん、前まで2テラ使ってたのを4テラにね、うん、変えて買ったりとか、僕の誕生日プレゼントであったりとかね、はい、ケーキ買ったりだとかね、はいはいはい、まあそういうところでかかったお金がございます、はい、で、美容費ですね、はい、まあおまけのコンタクトとかね、頭、髪の毛ね、美容室とか出てこんかって、おっさんや、まあ、そういうところでかかったお金が 17,370円という感じですね。ちょっとかかったね、ハイライト入れたからあれ俺言ってないんやけどハイライト入れたからね、ちょっと7,000円かかっちゃう。ああそうかそうか、全部でやから、でもカラーとかまあまあ、まあ、わかったわかった7,000円かあかんなんか一言も言ってませんやんで、9項目と別にね、先ほど言った、うん、その他もろもろの金額ね、はい、はい、趣味とかも含めて、そういうことでございます。年金、保険、通信費は除きます、はいはい、の合計金額が 132,341円ということで、はい、結構収まってますよ、うん、これはいい感じに、はい、2人でこの額やから、ね、そう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 、2人よ、そう2人全然かかってないと思いますよ、普通生活してるんやったらね、うん、なんならそれだけの家賃に住んでる人だって当然いてるやん、山ほどだと思う都会やった特に続きましてですね、収入の方報告したいなと思います、はい、まあ、YouTube、うん、ショップ、はい、まあ、その他で、はい、ちょっと報告したいなと思います、はい、YouTube の方がですね、はい、2月に Google 先生の方から、はい、チリンチリンチリンと入ってきた、はい、金額がですね、はい、1月の再生分やね、そうやね、そういうことね、はい、85,204円入ってまいりました、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これは全て皆様のおかげでございます、はい、はい、そしてですね、案件の方がありまして、はい、それがだいたい9000円ぐらい、はい、はい、いただきまして、はい、旅暮らしショップでございます、はい、旅暮らしショップが僕たちの入ってきた利益ですね、はい、利益が 27,620円ありました、はい、それを合計足しますとですね、はい、収入がですね 121,784円と、はいはい、いうことになります。これが僕たちの2月の収入という感じです、はい、でですよ、最後に収入費でございます、はい、はい、収入からかかったお金を引いた金額でございます、はい、もう皆さん大体わかりますね、はい、2月の収入費はマイナス 15,557円、いやだいぶ近づいたね、はい、ただね、まあ僕あんまりそこに関してはね、ちょっと安心はしないんですよ。やっぱ2月ってちょっと特別な月やったから、うん、そうやね、使った額も少ないし、ね、そうそうそう、逆にこのタイミングで収入増やしてたら、うん、変な話12月ぐらい収入があればプラスになっちゃってるわけだから、うん、そうやね、うん、だからまあそこはあんまりね、僕はね嬉しくないねまあ当たり前やなと思うよね、やっぱ、まあね、使ってるものが少ないんだからっていうのはあるんで、うん、来月もねちょっと頑張って節約はして、でも観光を楽しんで、はい、皆さんにお届けできたらなと思います、はい、
風が強いはい、今回はこんな感じになりました、はい、来月も引き続き頑張っていきたいなと思いますんで、どうぞ応援の方よろしくお願いします。お願いします。はい、そして僕たち頑張って収入を上げていきたいと思います。ということで今回の動画どうだったでしょうか。どうぞ。 YouTube 以外にも Twitter、Instagram もやっているのでぜひご覧ください。はい、と、あと旅暮らしショップの方が続々と新しいね、あれですわ新しい商品出ておりますんで、チェックしてみてください、はい、概要欄から行けますんで、はい、はい、どうぞよろしくお願いします。ということでまた次回お会いしましょう。さよなら。